皆さん、こんにちは。裏毛バサロン、アキラです。今週はですね、アイビスサマーダッシュ、ウコノデレスを狙ってみたいなと思います。このレースの過去のサインですね。これを見ていただきたいなと思います。同じ馬が出てきています。どの馬かというのは、レジーナ・フォルテ。これが2017年、2018年、2019年出てきてるわけなんですが、すべてですね、ラインミーティアの隣、ラブカンプの隣、ラインボスの隣に3年連続入っているのが見えますね。で、その後なんですが、2019年、2020年と大名プリンセス。この馬が勝ち馬の隣に入っています。となると、今年2021年なんですが、昨年のジョーカナちゃんの隣の馬、そしてラインボスの隣の馬だった馬を探せばいい。ということで、今年はビリーバーっていう馬が昨年のライオンボスの隣に入っていて、今年もライオンボスの隣がビリーバーになっています。ここで、このビリーバーの隣のライオンボスか、オールアットワンス。この馬番が狙い目になるんじゃないのかなと。今度はどちらを狙うのかということですよね。このビリーバーの隣を狙ってみたい。ライオンボスの方を狙ってみたいなと思います。反対のね、オールアットワンスの方かもしれませんが、この両方ともそこそこね、人気はしています。その後ですね、考えられることなんですが、今のですね、ビリーバーの頭文字、尻文字なんですが、同じように、ビリーバーですよね、昨年。ライオンボスの隣が。その前もレジーナ・フォルテ、大名プリンセス。同じ馬なので、頭尻文字が同じなのはもうわかります。でもですね、この2019年と2020年で、大名プリンセスのターがあるんですが、ここに、大名プリンセスのターがあるんですね。両方とも同じ馬ですね。その横に、ビリーバーもライオンボスの隣の B なんですね。そのアイビ、2019年のところで、VIP ライブラリーっていう馬と大名プリンセスで挟まれてるんですね。これが2着馬の隣の頭尻文字。昨年このアユ釣り親父のところが間に挟まれているところで、ダートス、ビートス、イベリスのスとビリーバーの B でビートスっていうところだったんですが、大名プリンセスのターと B は分かれて1、2着の横に入ります。その前はレジーナ・フォルテとレートターになるんですね。テーとターということでもいいんですが、大名プリンセスのターと、レッドラウダのダーが、大名プリンセスの横。2018年、2019年と、レートターなんですね。そして、ラインスプリッツのラは、アベルトゥーラのラ。ラーと、レートテーとターということで、18年、19年。ちょっと頭尻文字のとこ見ていただきたいんですが、横に頭尻文字が同じものが入ってるんです。その前も、レートア、レッドラウダのレと、レジーナ・ホルタのレ、レバンテ・ライオンのレと、レジーナ・ホルタのレ、アクティブ・ミノルのアと、アベル・トゥーラのア。というふうに、同じ次の年は頭尻文字が1、2着の隣の頭尻文字を使うということになってるんじゃないのかなと。それでビリーバーの横のライオンボスでもあり、オールアットワンスでいいんですが、昨年の大名プリンセスのターをもう一回使いたいとなると、タマモメイトの横でいいんじゃないのかなと。ライオンボス、オールアットワンスがまず一つ目の12番、14番の狙い目。そして今度はタマモメイト、このタという文字の横のグレートゲイナーを狙ってみたいと。もう馬連で7番、12番を狙ってみたいなと思います。この後なんですが、もう一つ、
ちょっと変わったサインがありまして、同じ馬番に同じ文字が入ったとき、昨年、ビリーバーのビリは、ラインスピリットのピリと同じ馬番で12番に入っているんですね。その前は、レジーナフォルテのオルという文字が、モルフェオルフェという馬と10番でオルという文字が同じ馬番で入っています。その横がライオンボスなんですね。その横が、昨年はビリーバーの横がライオンボス。その前の大名プリンセス、ダノンアイリス。このターから始まって数で終わる横の活発ハッチも連帯をしています。その前はアベルトゥーラのトゥー、トートウーですね。これが9番で、フィドゥシア、2017年の9番。9番同士でトゥーという名前が入って横がラブカンプー。同じ馬名が同じ馬番に、連続年で入れば隣が来ているのがあるんですね。そうすると今年はどこを使うのかということなんですが、このタマモメイトのメイは、大名プリンセスのメイを持っています。後の馬は、グレートゲイナー、レジーナホルテ、ナーという文字も横に、同じ馬番であるんですが、リッチクレンマチス、クレ、ナランフレグ、クレ、というところも隣が狙い目にはなるんですが、オールアットワンスのところも、ボートルですね、ゴールドクイーンとオールアットワンス。この横の馬を、ライオンボスの相手にしたいと思うんですが、タマモメイトの頭のタ、大名プリンセスのタ、頭尻文字もここタがあり、メイっていうも大名プリンセスのメイを同じ馬番で持っているので、この横、グレートゲイナーとときめき、この7番か9番を相手にしたい。中でもこのグレートゲイナーがいいんじゃないのかなと。そういう中で7番、12番。また反対側のね、9番だったり、ビリーバーの反対側のオールアットワンスなのかもしれませんが、今回はですね、7番のグレートゲイナーとライオンボスの馬連、ここから馬券を買ってみたいなと。3連単、3連複。この7番、12番で勝負してみたいなと。そんな風に思っています。まあまあ、好きなこと言いまして、いつも当たらないんですが、自分なりにね、どういうふうなところが狙い目になって、どこを狙っているのかっていうのを、もうはっきりとね、して、ここを買おうと。まあ人気だからライオンボス、オールアットワンスでもいいんですが、このサイン的にね、自分の綺麗なサインが、どこに入っているのかなと、そんな風に考えています。当たらない競馬をこの夏もまた頑張ってやろうと思ってるんですが、はい。競艇もですね、今 SG レースが、やってますので、仕事終わりで帰ってきて眠たい目をね、こすりながら今、SG レースが、オーシャンカップの SG レースが終わりました。今日もちょっとね、ちょっとプラスになりまして、明日のこのアイビスサマーダッシュにね、その分をまた、つぎ込むんですが、またほんで競馬で持っていかれるんですけどね。はい。いたちごっこみたいで、大変なんですけど。はい。暑くなってきましたね。競馬はもうこれで、このお話はこれで終わりで、今週は7番、12番で買ってみたいなと思っています。暑いですけど、頑張ってバイクを乗って、あちこち動いています。この間はですね、高速を飛ばしまして、宮津の天の橋立てまで行ってきました。どこに行ってきたのかというと、成合山っていう西国の33箇所巡りですね。この28番目のお寺に行ってきました。山の上にありましてですね、景色が良かったですね。一番上まで上がると。ちょっとね、急な坂ばっかりでちょっと怖かったんですが、こういう御朱印をいただきました。西国33箇所、そうね、
1300年記念っていうのも判子が押してある。綺麗な字がね、もう大変こういう字が大好きなんですね。綺麗なものが好きなんです。はい。そしてですね、近くにあるこの神社はですね、この神社っていうんですが、かごめって書くんですけど、かごめ神社、かご神社と呼ぶんですが、この神社なんですね。かごめの後ろの正面だあれっていうかごめの歌の発祥地のお寺だそうです。はい。意味深なですね、伊勢神宮からちょうど裏にあたる、元伊勢神宮っていうのもあるんですが、そういうこの土地的に、こう距離的にですね、どういう意味なのか、不思議なお話はたくさんありまして、どれを信じたらいいのかはわかりませんけども。そして、ね、こういう御朱印がですね、藤のお花の、絵が描いてあって、その豊かという文字の、この崩しですね、藤のお花にちょうど合わせて豊かを描いてあるという、こんな御朱印もいただきました。記念御朱印なんですけどね。はい。こんな風に、楽しんでいます。管理釣り場も行ってます。釣り道具をですね、後ろに積んでですね、京都の管理釣り場、滋賀県の管理釣り場、なかなか釣らしてもらえませんが、このくそ暑い中ですね、ちょっとだけ、朝早く出て行って、もうお昼には帰ってくるというパターンなんですけど、いろんなところへちょっとずつね、動けたらいいなと思っています。はい。皆さんはこの夏はどこへ行かれるんでしょうか。もうその最終目的は北海道なんですが、なかなかね、北海道はちょっと遠くでですね、時間もかかりますので、旅費もかかりますので、ちょっと計画をね、ねっちりと、こう、秋に向けてですね、この秋は、ちょっと、行ってみたいなと思っています。暑い夏はですね、このもう近場で遊んでおいて、秋、この秋をちょっと楽しみにしています。そのためにはですね、競馬も、競艇も当てないとダメなんですが、はい。ちょっと明日も頑張ってみたいなと思います。はい。今週も見ていただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございます。頑張りましょう。ファイト。はい、ありがとうございました。